真昼のビーチに姿を現したのは、いけ、大分市で今日、恐竜の着ぐるみ姿で競うユニークな体育祭が開催され、季節外れの陽気の中、多くの家族連れなどでにぎわいました。このイベントは全国各地で開催されているアメリカ発祥のティラノサウルスレースに着目した大分市の有志が初めて企画しました。会場となった田野浦ビーチには自前の着ぐるみを着た子どもから大人まで50人以上が参加しました。参加者は成獣のオス、メス、幼獣の3部門に分かれて徒競走や綱引きなどに挑戦。恐竜が砂浜に足を取られてこけると会場は笑いと拍手に包まれました。小学校ぶりです、走ったの。最初恥ずかしいです。どんどん恥ずかしくなくなっていって、なんかもう何でもできるような気がして。1位取れたのでよかったです。暑いです。恐竜ってこんなに大変なんだなって。11月とは思えない汗ばむ陽気の中、参加者は慣れない着ぐるみで果敢な走りを見せていました。今日の県内は10の観測地点で25度を超える夏日を観測し、季節外れの暑い一日となりました。一方、津久見市には帆船が入港し、のんびりと沿岸を巡る体験クルージングが行われました。マストに帆を張り、風を受けて進む帆船。現在、国内で運航しているのはわずか3隻です。今日は神戸港からやってきた帆船ミライエが、津久見市で体験クルージングを行い、およそ10キロのゆっくりとしたスピードで沿岸を巡りました。港を出てからおよそ30分、与浦半島が近づいてきました。海風がとても心地よいです。また船内では帆を張る体験や海中に漂うマイクロプラスチックについての学習会なども行われ、乗船客は海についての知識を深めていました。帆船に興味があったので来たんですけども、非日常が味わえてすごく楽しかったです。帆船ミライエは明日津久見市で行われるふるさと振興祭でも小学生を対象にした体験クルージングを行います。